3時までには終わります、絶対に。おはぐじ、おはぐじ、黄色くなったよ確かにちょっとピンピカードを増したね。名前返して。いや私、いや何もしてないし、帰ってきて爆食でシャワーを終えおかえり来ました。おかえりなさいませご主人様おかえりなさいませご主人様。ということで配信です。3時までには終わります。皆さん、神宮寺はもう限界を迎えています。眠いです。ピエ、だから今日は何を喋るか分かんない。お疲れ、お疲れ、あい、そらちゃんお疲れ、ありがとうございます。え、兄生きてる兄生きてるとか言っちゃいけないの。寝てないじゃん。おはぐじこんばんざい。寝るんかい寝るのかい。おいおい、リアイタン、リアイタン、リアイタン眠いでござる。妹おやすみ、おやすみ、おやすみ。パルタシ、おはぐじ、おはぐじ。もう朝の時間じゃないのよ、夜中なんよ、もう牛蜜時なのよ。怖い話でもする27日行きたかった、27日行きたかったって何の話行ったらええ告知して時間になったら終わっていいのよ。分かった、終わるじゃん。そしたら夢、飯はまだかあげません。挨拶しないと寝れないんで、さらば、寝ないともうやばいから寝る。え、おやすみ、寝て、寝なさい。なんなら頭なでながら寝かせてあげるよ。どうやって、こうやって、あなたは眠くなるって。無理なんだが、定型文にあるかしかない。確かにね、でも使わなきゃいいだけじゃん使わなきゃいいのよ。日曜日起こしてね。無理だわ私の誕生日1月の29です。葵さん2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。かわいいペンギンみたいなアバター。ちなみに今日もそう、あ、早く寝てコメントしなくていいから早く寝てなかなか覚えられなくて、だからさ、1月の肉の日だって。夜中に目覚めたんだけど目が切れなかったんですよ、ベッドが痛いだけ。それはキッキーこんにちは、このシャツ好きありがとう、さっきも褒めてくれた。1月肉じゃないの、1月29日なんかあの、私の誕生日です。出す、なんて読むんだろう、ず、ざ、じ、ず、ズッキーさんって読むのかな。おはぐじ、おはぐじ、ありがとうございます。かわいい、かわいいアバター、ポニーテールの。ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。コメントしないとリアが寂しがっちゃうやん。そうだね、眠くなっちゃうし、いなくなるよ多分。すやってすやって言ってしまう。怖い話しようか。うーん、別に怖くなくてもいいよ。私は別に、だって怖い話聞いても寝れるから全然井上義弘さん初訪問ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。深地美音と同じ誕生日だったのに覚え、だったら覚えられない。同じだって、誕生日一緒だって。ミヨンさんと同じだよ私へえへえって興味ないじゃん。へえって何、へえって興味ないやん寝落ち配信ならありか。うん、ダメなのよ、ダメなのよ。寝落ち配信したらすぐ我孫子さんに行っちゃうのよ。我孫子さんに連絡行って止められちゃうから。怖い話 BGM にしてよく寝てる。うん、私も寝てる
真似しないでもろて。少々眠れーだね。今日も京都でお疲れ様、ありがとう。そうなの、目がトロンってしてるでしょ、多分わかんないけど目トロンってしてんのよ、これ。3月16日じゃないですか、3月16日は違う、ゆうきさんのお誕生日。もうなんかさ、突っ込むのさ、めんどくさいからさ、もう言わなくていい。もう言わなくていい。あみこさん寝てるよ。寝てないかもしれないじゃん。さっき後ろの障子が勝手に少しだけ開いたの気のせい。うん、気のせい。だって開いてないもんね。あ、肉の日の肉は美味しいね。そうだよ、そうだよ、それはそうに決まってんじゃん。俺が先に生まれたんだけど、真似したし笑った。いいよ、そういうことにしてあげるよ。さっきも設定マウント取られたしね。ふんふんだ、ふんやばい、寝ちゃう、寝ちゃうぽよ。リアイタン眠いでござるまだ寝ないけどね。自分のこと、自分のことをリアイタンっていうのきしょいなきしょいなとか言っちゃいけないけど、え、リアイ誕生日1月、1月だよ。あれ知らないみんなレッド話したことない。それは嘘、それは嘘。モカさんかな、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。カレーは牛肉、豚肉、鶏肉、ね、牛肉が多い気がします、我が家では。でも自分的には鳥が好きだから鳥がいい。俺なんて先に生まれてずっと待ってたんだから、笑った先に待ってたんだ、そういうことなのね。へえ、ほえーとか言ってごめん、今日ちょっとさ、ダメだわ、ツッコミできないわ、ごめん。まあたまには負けなさいが母だって、たまにはだってしゃーなしだから、しゃーなし負けてるだけだから。焼肉はホルモン、カルビ、タン、リアイタン、タンが好きです。なんなら牛タンがいい、鶏がいい、最後がいいってこと、そういうことではないけど鶏ね、鶏肉がいいです、最後がいいってわけじゃない。シャイキさん初訪問ありがとうございます。竹オッチさんも初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ジングジです、お願いしますえ、肉の中でも鳥派なの？うん、鳥派です。あの最後って意味の鳥じゃなくて鶏肉派です。釜揚げ、スシロー、チョコミント。別にさ、スシロー好きじゃないよ私勤めたことあるぐらいでさ、別にスシロー好きなわけじゃないですからね。ヤナさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ハリネズミ好きだからかわいい。え、アバターもハリネズミじゃん、かわいい、かわいい。鳥がいいならチキンないと。ちょっと何言ってるか分かんないです、ごめんごめん、ちょっと何言ってるか分かんないです、先生。あ、筋食いで食べたらええ食べたらええ、食べたらええ。リアイ、なんだい、なんだい、名前だけ呼んで、なんだい、用はないのかい。なんでそこまで真似するのに。真似してるんじゃないし、ね、やめて、真似してるんじゃなくて好みが一緒って言って。ハリネズミもぐらいの、ねえ、なんでそういうこと言うの、なんでそういうこと言うの、なんでそういうこと言うの。確かに知ってるけどさ、モグラの仲間って知ってるけどさ、そういうこと言うの。大好き、ありがとう。リの手料理食べたい、食べなくていいよ、まずいからやめた方がいい。おはげちのファイレベルが1に上がりました、おねめだおー。しかも5ヶ月5回目だって、すごいね。半年もだよ、半年もレベル10に上げてくれてありがとうございます。言い方結構、そんなことある、言い方却下って言われたんだけど、悲しい
アリスさん、初訪問じゃない方、2回目の訪問だった、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。初訪問さん、よかったらルームのフォローしてってください。そしてツイッターのフォローもお願いします。バンザイジャパンの候補生ユニット、足軽ジャパンの神奈川県の伝道セミナーライジングジュリアイです。お願いします。あれマジか、そんなことある、そんなことあった、そんなことあったよ。なんかファンレベル上がった、そういうもんじゃない、ファンレベル最高でかなさんのでもね、21なんだけど、あれだね、まだ全然甘いね、甘いね、甘いね、21は甘いね、25ぐらいまで行ってもらわないと。ごゆっくりどうぞどうぞ。みささん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。素直にイエスと言わんやろ。言わないよ、そりゃ言わないよ。ごゆっくりどうぞ。ねえ、やだ。おいや、あくび止まんない、助けて、あくびが止まらないでやんす。あくびが止まらない。ジャリエットファンレベどのぐらいまで上がれるか勝負する。しない。しない。ファンレベ10以上は課金。あ、そうなんだ、みんなありがとうね、課金してくれて、申し訳ねえ。ありがとう。大根ちゃん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。それは言わんやろ、まあ代表、その代表がリーチする。そうだよ、私は何を思ってても何もあれだからね、言わないし表に出さないようにしてますからね。この前初めてバイマック食べたけど、コスパともかく美味しかった。コスパともかくなんだ、へえ。はい、あくびかわいい。あくびはかわいくないのよ、別に。別にかわいくないのよ。シュガーキス、キ、あ、見えない。キッシュ、そ、さ。初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。言えない名前、シュガーキュッソ。うー、ごめん、言えない、カタカナ苦手。口の前で手パタパタつけた、インディアのモノマネってことはあくびではないと言い張れる、言い張れるかな。わかんない。かけいれとリコとカナにハート打ち返す。やったね。課金は音楽で勘弁してくれ。全然いいんだよ。孫悟空さん2回目、おお、孫悟空さん今修行中ですか。黙るわ、ごめんなさい。ひよりんさん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。孫悟空さんもごゆっくりどうぞ。今日もいいふすまでしょ。てぃさん、ごゆっくりどうぞ。いいふすまやろ。えへじゃないね。笑った。お腹が空きました、なんか作って。いや無理、私がお腹空いちゃう。あのお肉1枚100円くらいするからコスパ悪い。コスパ悪いんだ、初めて知った。ハマグリヤンさん2回目の訪問。シグシグさん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ケイさん、こんばんざい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。シャッ、アバターのものまね。シャッ、畳の部屋の、そうだよ、見る、畳です、ほら、畳です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 。そう、なんか見えないもん、見ちゃいけないものまで映すかもしれないけど、畳です、畳です。このルーム腹減るよな、確かに。ご飯の話ばっかするからね。この時間にご飯の話は食べたくなるんよ。
ハンバーガーが120円なんて悲しい。ハンバーガー食べないもんな。なんかハンバーガーじゃなくて他のやつ食べる。あ、ほら、だから食べないでね。大丈夫、食べないから安心して。人間だから食べないよ。今必要、実家な、そうですよ、実家です、実家。私の部屋、もうここ私の部屋じゃないんですけど、私の部屋とキッチンはフローリングで、この部屋ともう一個なんかリビングみたいな、両親が寝てるところがあるんですけど、そこだけ和室です。だフローリングと和室がね2個ずつある部屋。お部屋、見ちゃいけないもの、ほのかさんの部屋より珍しい。そんなこと言わない。しばっちーさん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。で、そういえばほのかさんにいい加減蒸し入りドリンクせてって言ってくれる。私に言う、分かった、じゃあ明日言っとくね、本人の目の前で。本人の目の前で言っとくね、捨ててって言ってたよって、ハゲキングが言ってたよって言っときますね。あのご飯のさ、違う、ハエの件もさ、さっき知ったんだけどさ、おにぎりをさ腐らせたらしいっていうのをさっき知った。フローリングと和室どっちが好きなの？フローリングの方が好きかも。和室も好きだけど、なんか和室っていう和室じゃないから家がね、だからフローリングの方が好きかも。逆にほのかさんの部屋に興味湧くが、確かにそれは気になる、私も気になってる。お茶くん、おいおい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。めっちゃ星投げてくれてる、ありがとう。新しい家は室の部屋空いてるから貸してあげる。和室の部屋空いてるから貸してあげる。うん、大丈夫。大丈夫そう。小林が小林を呼ぶんだ。小林は呼ばんよ。昨日も今日も言ったけど聞いてくれない。そうの次も聞いてくれないんじゃない？アシッターもそうの次も聞いてくれないかもしれない。いや、みんなほのかさんの配信で言ってるけど、言ってるけど聞かないの？でも確かにね、いつのってやつたくさん出てくる、あのバックから。ゆっぴーさん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。すごいね、初訪問さんたくさん来てくれてる、ありがとうございます。よかったら神宮寺ルームのフォロー、今200人集めてるとか、というか200人頑張ってるので、よかったらフォローしてくれると嬉しいです、お願いします。数ヶ月ゆで卵を化粧ポーチ、化粧だって。化粧ポーチの入れてあったのは知ってる。だからそれも見た気がする、見た気がするな。そのコメ欄スクショくれだって。確かに、ゆで卵をポーチに入れるの食べろ、確かに。でポーチに入ってることがちょっとあれだけどね、不思議だけどね。だってポーチの中入れんくない？化粧ポーチの中にさ、ゆで卵入れんから普通。なんかほのかさん面白いなと思って見とる私は。なんか珍しく起きてられない金曜日。そうなんや、起きていられない金曜日。杉さん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。ふみさんに言ってもらうのが早いか、あ、それはそうかもしれない、ふみさんに言ってもらえない、面白いけど確かに。ゆみちゃんのほのか部屋散策ってこうなったら見てきた。確かにそれはちょっと面白いかも。ちなみに私は絶対に行かない。絶対に行かない、絶対に行かないよ。絶対に行かないでごわす。小林と
まあ別れとして、確かにそれはそう。りちゃんはあれやろ、髪の間から黒柳徹子さんじゃないんですよ。ルールルって始まんないのよ。どうも徹子の部屋ですとかやんないから。え、そうだよね、徹子さんだよね。頭の中から雨出てくるの。何日か放置した、やばい今日漢字読めないんだけど、放置した飲み物うっかり飲んで腹壊したらわかるかな、そういう問題。正解じゃないのよ正解じゃないのよ。あのさ、あのなんだっけ、不思議発見のさ、あの漢字みたいで言わないで。4日前のスタバドリンク無理無理無理、絶対お腹壊すって。てかその前にさ虫が集まると思う。コルネリーさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ジングズです、お願いします。ヌコピーさん2回目の訪問、ナオトさん2回目の訪問、ユウチンさんって読むのかな、初訪問ありがとうございます。ユウユウさんって読むのかな、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。だから小前がそういうことだよ、確かにそれはそうだわ。いや無事でさ、え、でも小前ってさあれじゃないの、ハエってさウジ虫がさ帰ったやつじゃないの。小前もウジ虫、え、わかんない。小前って何ができるの、小前って何からできてるの、何をが浮かしてさ小前になるの。3日前に小林入ったんだけどどうしようしか言わんのじゃんでも確かにあの今日も小林の話してたベッドに小林おるって言っとっただからへえと思ってへえって思っちゃいけないけど、へえって思って早く処理したらいいのにって思いながら。おりゅうさん2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。声がやばい、声がやばいよ卵幼虫砂ぎ成虫、それは分かってるね。だからさ、な子供の頃はさ、なんなの、だってさ虫ってさあれじゃん、幼虫の時さうのうのしとるやん、そのうのうのした状態はなんていうのタクトさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。キングズです、お願いします。殺虫剤より片付け、確かにそれはそう。配信中ハエをかけてるんだもん、アイドル目指してるのかブリだねえ、ブリだって言わないでちょっと面白かったけどクロロさん2回目の訪問、666JP さん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。うのうの、そう、うのうのじゃない、うようよしとるやつ、うようよしとるやついるやん。リバーススキップ違う、うのなのよそれは違うんよ、それは楽しそうだからそのままでいいですよくないよ、よくないよ生活環境がよくない、それは。熊健さん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ユーチューうにょうにょしとるやつでしょ、え、だからさうにょうにょしとるやつの名前は、お名前はウジ虫じゃないの、え、ハエってさウジ虫じゃないの、え、ごめんねこんな夜中に汚い話して、ごめんねみんな、初訪問さんの人もごめんごめんみんな、ただ星を集めに来てるだけかもしれないけどごめん文字通り小さな虫なので入ってくるのはゴミがある証拠、そうだね確かに。リアイ、なんだいなんだいなんだい、いやわしもごめんいやいいんだけどさ、いいんだよ全然、私の部屋には小映えはおらんからいいの、もうさっき蚊がいたぐらいかな、あの世にちょっと旅立たせてしまいましたが。ててさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。
なんだこのコバエルームわかりません。私の部屋にはコバエおらんよ。いや名前がり、それは嫌だって。私うねうねしないもん、そもそも。確かにね、ほのかさんが片付けてないっていうことが原因だよね。確かにそれはそう。2日目の小林トーク、確かに昨日もやったね小林トーク。言っときます。そしたら配信に来てる人たちがみんな片付けろって言ってたよって言っとくね。小さい横道、帰り道は福道でそれたくなるさん、初音もありがとうございます。コメントもありがとうございます。おはぐじ、おはぐじありがとうございます。ちんぐじりあいです、よろしくお願いします。ごゆっくりどうぞ。ラクさん2回目の訪問、 M リトルカメレオンさん、初音もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ほのかさん、そろそろ引っ越すのかな、わかんない。それは私に聞かんといて、本人に聞いてください。にゃんころもちさん、初音もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。やばい、みんな55分になったら教えて。55分じゃないな、50分ぐらいになったら教えて。50分ぐらいになったら教えて。50分になったら告知して終わりにする。神宮寺なんだい、神宮寺です。神宮寺リアと申します、よろしくお願いいたします。神宮寺に清き一票をお願いします。選挙みたい。山パンダさん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。そう、神宮寺さ、選挙って言ったらさ、選挙出たことあるんよね。まあ、小学っていうか中学校だけど、中学校と高校か、あのあれした生徒会の選挙に出たことがある。なんか引っ越したばっかりだっけ、わかんない。わかんないです。やった、イエイエ、ハゲおハゲチイエ。三井さん2回目の方もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。もう限界、そろそろ限界。一票、えい、ありがとう。イエイ、ヨウヨウチェキヨウハイイエーイ。ごゆっくりどうぞ、ごゆっくりどうぞ。そう、出たことがあります。神宮寺はこんな見た目というか、知らないけどさ、見た目で生徒会を決めていいのか分かんないけど、生徒会にいたんだよ実は。こんなヤンキーだけど、いやいや。またレベル上がっちゃう、確かに。いや、ありがとう。12まで上がったよ、3ヶ月連続だって。4回目らしい。ビンタしてあげる、やだビンタ痛いもん、ビンタは嫌、無理。おぼさん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。やばいよマジ、あれだし、すっぴんだし。セット会でその容姿だとさぞ表になったことでしょうって思うじゃん、思うじゃん。そんなことないんよ。そんなことないんよ。でもモテたことない、多分。私多分モテ期一回も来たことないと思う。モテ期マジでない。ポニョさん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。いやマジでない。なんなら何してほしい、何もしなくていい。コメントしてくれたらそれで嬉しい。何に立候補、初期補佐、何かに立候補とかじゃなかったの、なんか生徒会の役員を決めるってやつだった。だからあのどれが誰が何になるとかはあのあれだった、違うっていうか、その生徒会役員の中で決めてたっていうのが中学生。高校は会長だけ決めてた、会長だけ決めてって感じかな。
人モテ期だから気づいてない説ある。それはない、マジでない、本当にない、マジでモテ期来たことないし、そういうこともしたことないし、そういうことって言ったらなんかやらしく聞こえるけど、あのそういう恋愛みたいなのはしたことないから分かんない。でアイドルがこういう話していいんかって話だけど、本当に何にもなかった。ヤンキーとは思ってないけどヤンキーっぽい何かもそれはね、そうごめん会長になったら何するん、会長になったら何するん、え、権力を、権力はウェイウェイウェイってやる嘘嘘嘘、ちゃんと学校のために尽力しますよ。でリちゃんは何やってたの。私はね、中学も高校も会計やってた、会計をやってました。部活は何かしてたの。部活はね、吹奏楽部に入ってました。吹奏楽部でサックスっていう楽器吹いてた。ドゥルルルルンってドゥルル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 ンって吹いてたよ。アルトサックス、そうアルト、アルトで、高校はバリトン吹いてた。生徒会室にエアコンつけよう。マジでエアコン欲しかった、マジで暑かったもん。エアコンはね年中欲しかった。会計会、そう会計だよ、会計しとった。会計で、あの年に1回部活のあのなんだっけ、部活のあの部長と、部長と面談があったの年に1回で、予算について話すの予算について話してた。え、去年これぐらい使ってるけど、え、それって本当にそれぐらい必要なのっていう。でこうでこうで、これが必要なんでこれぐらい必要ですって言われて、いやでも学校としてはそれもう出せないから、あのそれでやりゆっくりしてくださいみたいな感じの話をしとった気がする。会計やっぱり裏で牛耳るのか裏で牛耳ってた記憶はないけどね。かぼちゃ先生初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。会長だったらこのルール守れって言ってたのにな守れとは言わないけど、あやっといてねみたいな感じだと思う。弱のファンレベルが5に上がりました。おでめと前のバンドにサクスとして入ってほしいもう吹けないよ私、だってもう卒業してから何年経ってると思ってんのって感じ。私私高校生の時部活1年で辞めちゃったんよ、あの家庭の事情で。マジで金銭面的な感じで辞めちゃったから、マジ4年しか吹いてない、バリトン1年しか吹いてないから、マジで何も記憶ないよ。バイファイさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。サックスは音程は、音程がわけわかめ、ね、意外と簡単だよ、だってあのリコーダーと一緒意外と。私はホームルームの時いろいろあってセットケースに引きこもつマジか。それで言うと私は保健室に引きこもってた守れじゃなくて作れと変えたよごめんなさい作れ、まあ、確かにね作れって言うかもしれないけど、別にそんな何もしない人だと思う私は上に立っても権力を振り回すわけでもなく何にもしないと思うレイナーさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。やばい、そろそろ限界を迎えている。20分、あと10分だ、あと10分で告知をして終わりにしたいと思います。クラスと担任の伝言係になってなってて学校中駆け曲がる最悪じゃん。あと10分爆笑トークお願いします。あもう無理だ、頭が働いてないから無理です。爆笑トークって何って感じだって、別にさ喋ってるだけなんよ私は。喋ってるだけで別にね、爆笑トークしようとか思ってないから
爆笑トークしようとか思ってないから。授業終わったらすぐに生徒会室に引きこもる会長だったおはぎち会長だったんだ、道理で。山田さん、わかんない、山田さんって呼ばないかもYMD じゃん、え、イコールさん2回目の方もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ヤフからヤフーカラーフォーさん、初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。面白い話しますって自らハードル上げないよね。上げないし、上げない、上げないし、やらないやらない、やらないよ。そうし、別に爆笑トークなんてないから。私はハゲ会長でいいか、ほかん、誰か他の人選ぶかって選挙おかしくない確かにそれはそう、確かにそれはそうだわ。私に投票しないでくださいって言ったのにダメだったいいじゃん、それぐらい信頼度が高かったってことでしょ、いいことやん。甘党さん初訪問ありがとうございます。あ、違う、2回目の訪問だった、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。やばい、寝てしまう。久しぶりに合唱コンしたいわかる。しかもさ、そのさ、クラスでさ全然合わなくてさ、ねえそこの男子マジちゃんとやって、うっせえお前らがちゃんとやれよとか言って泣いちゃうやつね、女子がってなっちゃうやつよくよくやるやつね。まあうちの学校ではなかったですけどよくよくあるよね。てか今日特ポドアップだったよね、あのね、コンタクトつけてなかったから見えなかったの、よく見ようと思って ドアップになっちゃった。次は代表するなって本気で言ったのに一ダメですでもすごいじゃん、投票するなって言ってるのにさ投票されるってことはすごいことじゃない。いやわかんない、ネタであいつに入れたろうぜみたいな感じなのかもしれないけど。スカート折りまくってた、2個ぐらいは折ってたマジ中学のスカートが長すぎて、そう長すぎたから3回ぐらい折ってたかな中学は。でも高校は 1、2回ぐらい。確認さん初訪問ありがとうございます。ミレタリキさんゴンさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。そういうことか、あ、そう、そういうことです。ネタでって、そうだよ、ネタでネタでイラとろうぜってなってたかも。エイルさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。3回も折り曲げたらわかめちゃういや大丈夫、パンティ見えてないから、パンティ、パンティ見えてないから大丈夫。またあくびが止まらない、もうわかんない、なんて読むんだろう。2回目の訪問者、はい、エル、はい、さん2回目の方もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。それも半分ぐらいにしましょう半分ぐらいにはせんのよ。私が当選したら私全員ミニスカートにしますって言えばよかったもう遅いかな、なった後でしょ、だってなった後だし、もう会長になることないでしょ。ほわほわだよ本当に。ちなみさん初2回目の訪問ありがとうございます。ちなみワールドさん2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。次あくびしたら1000円で、うわ無理、1000円は払えない、払えないよ神宮寺には1000円は無理だ。今月も今月でね、カツカツだからね、生きていくのが大変ですよ女子はほとんどロングスカートの時代なので
ミニが入る前だと、ああスケバンデカみたいな感じ。メカサで女子のスカート履いたけど、外で自分の生足同士がぶつかる感じが気色悪かった。確かにそれはそうかもしれない。男子からしたらそうかも、ね、わかんない。小さな男子だよね多分。確かにそれはそうかもね。あくびしてないもん。テスラ2回目の訪問、あなんて読むんだろう、英語読めない。マドマルさん2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ツボ売れツボ、ツボ売れツボって何。イケメンなしです。知ってた知ってた、オッケー。知ってたよ、そうだろうと思ってた。柳竹さん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。1じゃないもん、違います。1じゃありません、1じゃありません。今何時？してたかわいいのコメントから溢れ出たか、イケメン、そうイケメン具合出てた、出てたよ、たくさん出てた。出てた実は。ありがとう。48分あと6分ぐらい。ヒッキーさんって読むのかな、赤鼻のソルティさん、ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。あと6分あと6分じゃあじゃああと2分で告知を始める。かわいい、かわいくないもん、かわいくないもん。48分、まだ終わってないやんね。ヘイヤさんもまだ寝てないじゃん。ヘイヤさん寝なくていいの。プーさん仕事中止め、さん波長門ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。神宮寺です、お願いします。終わってないやんっていうよりかはあれです、終わってないです。終わってないです。終わってない。たまにしか言わないのに、確かに。ありがとう。どうせ全然忙しくないんだろうと思って。忙しくないと思って、思って。だってやっぱりこのルーム来て寝たいやん。まあ確かにね。わかるけど、ズコー。ズコ、確かにね、ズコってなるよね。知ってた知ってたわ、私もズコってなってる。居酒屋出勤したら予約入ってて1時間前に終わったの。アホって言わないの。おいこさんって読むのかなと、田中太郎ネギさん初訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。やばい寝てしまう、起きろ、あとちょっとだ、頑張れ神宮寺。はい頑張ります、頑張ります。今度は来年よ。来年言っちゃう、来年おるかな、来年おるか分からんけど。スピースになっちゃった。何食べようかな。好きなもん食べたらええ。好きなもん食べたらええよ。旬の何かさん2回目の方もありがとうございます。頑張りえ、頑張。ね、リマさんのことは呼び捨てで読めないので読まないでおきます。清香さん初訪問ありがとうございます。追ってよ、いろいろいてくれよ。大丈夫、おるから安心して、多分ね、何もなければおるから安心してください。頑張ったらチョコミントあげる。本当にくれるの。ちなみに私はチョコミントはアイスしか許さん。森さんとか確かに。
とりあえず告知に入ると思われるから告知に入るね。詳しい内容はツイッターをご覧ください。ごめん、ちょっとさ、スペースが書けないな。スペーペーペースオート。これ明日。渋谷の近未来会館。近。やば、頭が働かないマジで。近未来。ちょっとクソ字汚いわ今日。やばいやばい。アサリ告知系女子、そうだよ。天然も米送る予定だ。やった。ぎっしりチョコミント。あ、そう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 、ぎっしりチョコミント。なんだろうな、なんだろうな、眠い寝てた。そうだよね、それはそう。私も眠いもんだって。そりゃみんな眠い。アサリ告知系女子、そうです。アサリ告知。あと8年、あと8年、あと8年はきついな。俺がサバさんの体を取る。それはきついな。ラビタンさんや。ラビタン。こんばんは。こんばんは。ごゆっくりどうぞ。ということで告知するわ。代官山スペースオットさんで明日はライブがあります。明日的な今日ね。ライブがあります。時間は、もう忘れた。忘れちゃった。もう記憶あるんだけどさ、頭がちょっと動いてないので、詳細はツイッターをご覧ください。そして、8月の7日には、渋谷の近未来会館でライブがあります。バンダージャパンも出るんですけど、私たちは足軽ジャパンとして出るので、バンダージャパンの出演はございません。10っていう感じなので、皆さんよかったら遊びに来てください。そして8月の24日には海賊フェスという自社のイベントがございます。そちらの方の詳細もツイッターの方に載ってるので、皆さんそちらの方をご覧ください。ご覧ください。そう、とりあえずツイッターを見てほしい。多分ね、今口頭で説明するよりね、見た方が早いと思うから、見てください。見てください。高山、渋谷、原宿、いつも走らせてるから抜け出してライブ見に来て。抜け出してもバレなさそう。なので見に来てください。休憩中とかにしたらさ、バレなさそうじゃない。悪いこと言っちゃいけないけど。なので皆さん遊びに来てください。待ってます。そう、本当にご予約さんがね、すごいね、寂しいので、よかったら遊びに来てくださいっていう感じです。家族フェスまでに状況打破して現場に来て。そうだよね、確かに、っていう感じです。で、ツイッターのフォローもよかったら見てください。じゃあツイッターのフォローとルームのフォローもぜひよろしくお願いします。フォロワーとりあえず200人目指してるので、ショールーム、あと何年だろう、十何人あと十何人なので、よかったらフォローしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。終わり。みんな早く寝てください。私も早く寝ます。いや、 GPS ついてるから結構バレ、確かにバレちゃうな。ということで、ストームさん、こんばんざい、こんばんざい。もう終わるよ、終わるよ。ということで、終わる。寝よ、みんな。寝よ。ということで、以上、バンザージャパンの候補生ユニット、足軽ジャパンの神奈川県伝道市民のライジングジュリアイでした。ルームのフォローと、ツイッターのフォローよろしくお願いします。またね、バイバーイ。